玉ヶ岳オートキャンプ場の奥のね方の探検に行ってみましょうか。ちょっとね今もうねこう至る所にねこう沢になっててこうねなんか子供が来たらね喜びそうな感じだけど、お滝が見えてきましたね。おー滝だ。こうやって上がって向こうにから滝壺の方に行けるのかな。袴ヶ岳せせらぎ公園案内図と、オートキャンプ場の上がせせらぎ公園ってなってんのかな。おお、なんか立派な、あ、立派な橋っていうかこの袴ヶ岳を見るための、おお、すごいな。いやー、これは、ああ、これデイキャンしながらこれを見に来るでもいいなー。見えますでしょうか。山桜ですかね。ソメイヨシノじゃないですよね。色がちょっと違うもんね。いやでもね、もうもはや満開なんでしょうね。綺麗だもんね。なんかね、この上はね、桜の森ってあるみたい。いやちょっと楽しみだな。春に、今度は春っていうかもう春なんで、嫁さんを連れて来てあげようかな。これはいいですね。これデイキャンプで十分ですね。楽しめますね。まあうちはね、僕自身は沼津の人間なので、すぐなんですよね。まあ感覚的にはうちから1時間ぐらい車を飛ばせばもうこのキャンプ場に着いちゃうよという感じでね、麓からに行くよりも近いかな。うん、なるほどなるほど。
ちのねこうサイトもねあると。ああ20サイトぐらいあるのかな。サイトはこっちのサイトちょっとこういう感じになってるかな。ああ、こっちはこっちで小川がね、ああやって流れてる。見ながらね。ございます。これぐるっと回れるのかな、これ。おお、なるほど。あっちにもサイトがあるのかな。あっちにもサイトがあるのかな。ここもいいサイトだね。ああ、今度こっち側のサイト借りようかな。いいよね、そこにねちょっとした炊事場もそこにあって、よし、上がるぞ。なんかお魚とかいたらいいのにね。今回はですね、袴ヶ滝、オートキャンプ場、そして、袴ヶ滝に、来てみました。まあすごいね、一日でしたけど楽しいキャンプ場ですね。いや、これはおすすめですね。沼津市の戸田にあります。じゃあ、このチャンネルがですね、面白いよと、少しでもためになったよという方はグッドボタン、そして登録よろしくお願いします。じゃあね、太郎社長でした。